おはようございます、カスカベツムギです。おはようございます、アメハレハウです。ペンライト会見完全再現、あわわ。5月11日に開催されたペンライトの記者会見、音響が悪かったために全量を把握している人がほとんどいなかったので、耳をそば立てて全文を文字起こししました。やったね。これから私が高田、ハウが古澤、記者およびその他の人物の発言をズンダモンが担当します。亀井、ボラ。内容を知ればわかる。了解。それではスタート。それでは時間になりましたので記者会見を始めていきたいと思います。ペンライトジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会の古澤誠と申します。同席しておりますのは発起人の高田明日美と申します。まず私どもから団体設立の経緯と、それから続きまして署名について、それから署名の提出の経緯、それから本署名活動後の今後、最後に質疑応答という段取りで進めてまいりたいと思います。まずは発起人の高田から団体設立の経緯についてご説明させていただきます。こんにちは、本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます。ペンライトジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会の高田と申します。どうぞよろしくお願いします。まず当団体の設立に至った経緯についてお話ししたいと思います。私は足掛け10年以上ジャニーズの所属タレントを応援している、いわゆるジャニオタです。10年以上ジャニオタをしていますが、これまでジャニー喜多川氏の性加害について深く考えたことがありませんでした。3月頭に BBC からジャニー喜多川氏の性加害を取り上げる番組が出た際には、この問題に向き合うことができず映像を全部見ることはできませんでした。 SNS などで流れてくる断片的な情報を見て、どこか遠い昔の話のような感覚で捉えて深く向き合おうとはしませんでした。4月頭、元ジャニーズジュニアであるカウアン・オカモトさんが週刊文春で顔を出してジャニー喜多川氏からの性加害について告発しました。この時もすぐに記事を読むことはできなかったのですが、少し経ってから記事を読んで、自分の応援しているタレントの所属事務所でそんな卑劣なことが行われていたのかと衝撃を受け混乱しました。同時期にファンが SNS に上げていたコンサートのレポートで、とあるタレントがコンサートに来ていた小さな男の子に手を振ったこと、そしてそのタレント自身もかつて事務所に入る前にいたコンサートで手を振ってもらったことが印象に残っているというふうに語っていたという内容を読みました。コンサートという場はジャニーズタレントが最も輝く特別な場所で、そこでの体験は強く心に残る素晴らしい体験です。コンサートに参加してジャニーズに憧れを持ち、純粋な気持ちで入所した子供に手をかけるなんてありえないと強く拒否感を覚えました。また自分の担当をジャニーズのジャニオタの人は自分の応援してるタレントのことを担当と言うんですけれども、その担当のことを思うととてもやりきれない気持ちになりました。憶測で話すべきではありませんが、担当も同じような被害を受けてきて実は言い出せずにいるのではないかとか、様々な状況を想像してしまいました。私自身それまでジャニーズ事務所の所属タレントの活躍を見るためにファンクラブに入会してコンサートに行ったり、 CD やコンサート映像のブルーレイを購入したりしていました。でも告発があったにもかかわらず、今まで通りファンの活動を続けることは現状の事務所の対応を受け入れることになり、性暴力を容認することになるのではないかとファンを続けていくことを悩みました。続く4月12日、カウアン・オカモトさんが日本内国特派員協会にて記者会見を行いました。広く報じられることで、いよいよこれは日本社会が目をそらすことができない問題となり、ジャニーズ事務所も何らかの責任を取るだろうと考えました。しかし会見から数日経ってもジャニーズ事務所から何か発言がされることはなく、またインターネット上では話題になっていましたが、そこを超えて新聞やテレビで取り上げられたりする様子は見られませんでした。性暴力被害者が声を上げたのに、その声に応える人がいない社会がとても恐ろしく感じました。ジャニーズのタレントを応援することで自身が性暴力に加担しているのではないかという思いに耐えきれず、ジャニーズファンをやめようかと思ったこともあります。一方で私一人がファンを辞めたところで何か社会への影響があるわけではないし、ただの自己満足ではないかという思いもありました。当団体のメンバーでもある同じジャニーズファンの友人とこのままファンを続けるべきなのかどうかいろいろ話したりしました。しかし結論はいつもこのことに対して何かしたいけど、そんな勇気も時間もないし、ファンを辞めるなんていうことはもっと無理だよという結論でした。
例えば署名を集めたりできたらいいのかなという話も出たんですが、そのような活動へのハードルは高く、もし誰かが署名を開始したら賛同しようという気持ちでした。その時はそういうふうに思っていました。そのような状況の中でも私の手元には1枚のチケットが残っていたので、これで最後にするつもりで会場に向かいました。ですがそこで見たタレントの姿に感動しました。ステージで輝く彼の姿はまさに彼自身の魅力や努力の賜物であり、その輝きは所属事務所の性暴力への対応の一環によって損なわれるものではないと思い至ったのです。この時ファンを辞めるということは私にとってはただ問題から目をそらすだけであるということ、そしてタレントは応援したいし、タレント自身に罪はないのに所属事務所の対応が後手に回っているためにタレントを応援することをためらってしまうという、この状況をなんとかしたいと思いました。ジャニーズタレントを応援し続けるために何かしたいと思いましたが、この時点で私にはこのことに対する署名やデモなどの社会的なアクションが見つけられず、そうであるならば自分で何かしなければいけないと思ったのがこの団体を立ち上げた経緯になります。私たちペンライトのメンバーはジャニーズを応援してきた友人同士であり仲間でもあります。賛同人の方々はもちろん私たちの活動を応援してくれていますが、活動は私たち4人の責任で独立して行っています。今隣にいる古澤はとあるグループ LINE でカウアン岡本さんの会見について話している際に、私が実はジャニオタでというふうに話すと、僕もジャニーズのとあるグループが好きですと答えてくれたことをきっかけに、何かアクションを起こしたいと思っているがどうすればいいかわからず、力を借りることはできないかと相談し、任意団体を立ち上げて署名を集めることにしました。私たちはジャニーズファンという立場であり直接の性暴力被害者ではありませんが、このことについて向き合っていく責任があると考えています。ファンの立場から被害者の存在を中心に捉えてジャニーズ事務所へ対応を求める署名を開始しました。またこの間、ファンの立場から何かできることはないかと話していた友人にも、署名を開始するから一緒に活動しようと声をかけました。また団体立ち上げ後は、自分は特別ジャニーズタレントのファンではないが活動に共感するので参加したいと声をかけてくれた友人も参加し、現在4人のメンバーで活動しています。続いて本日、その4人のメンバーのうちの1人のメンバーから会見には出席できないのですかということで、代わりに手紙というかメッセージを預かっているので代読したいと思います。須藤という、こちらも仮名になるんですが、須藤というメンバーからのメッセージです。じゃあ読み上げます。ペンライト、ジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会の須藤です。本日はどうしても都合がつかず会見には出席できないため、このような形ですが現在の思いをお伝えさせていただきます。私も高田と同じように10年近くジャニーズの所属タレントたちを応援してきて、今回の告発によりショックを受けた一ファンです。告発があった後も大好きなタレントたちは変わりなくテレビに出演し、コンサートのステージに立っていましたが、事務所からファンに向けた説明はなく、心配と不安が募る日々でした。また応援する私たちがあの告発を無視して何食わぬ顔でファン活動を楽しんでいることに違和感を感じました。ファンの中には時間が経てばみんな忘れてまた楽しくファン活動ができると思っている方もいますが、私はそうは思いません。この活動を通じて私がジャニーズ事務所に臨むことは、現在所属しているタレントたち、そして今後ジャニーズ事務所を目指す人に対して過去の過ちを清算し、誠実な姿勢でマネジメントを行うことです。私はこれからもタレントたちを応援し続けたい。そのために事務所には本件に対して責任を持って対応をしていただきたいです。以上になります。続いて私の方からジャニーズ事務所にお送りした要望書についてご説明させていただきます。まず要望書は5月8日の23時59分時点をもって、集められた署名とともにまず内容証明でお送りしました。まず内容証明、要望書の中身について読み上げてまいりたいと思います。要望書はまず株式会社ジャニーズ事務所、署名受付係音痴要望書としまして、私たちはペンライト、ジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会と申します。株式会社ジャニーズ事務所の所属しているタレントを、これまでこよなく愛し応援してきた者たちです。会の名称であるペンライトには、性暴力被害を訴えられず暗闇の中にある人たちに光があるように、
という願いが込められています。2023年4月12日に元ジャニーズジュニアの男性カウアン・オカモトさんが日本外国特派員協会で記者会見を行いました。その会見によるとジャニー喜多川氏、イカ喜多川氏から数年間にわたって性暴力被害を受け、また他にも性暴力被害を受けていた少年らがいたということです。同日共同通信の取材に対し記者がコメントを出しましたが、自身の実名と顔を明らかにして訴えた元ジャニーズジュニアの男性カワン・オカモトさんに対するコメントは一切ありませんでした。また記者の運営する複数のウェブサイトを確認しても現時点で先の記者会見に対する応答は見当たりません。これを受け性加害の事実に正面から向き合おうとしない記者の姿勢に大きな疑問を抱きました。と同時にこれまで記者に所属しながら性暴力被害を受け沈黙せざるを得なかったであろうタレントが多くいたものと推察します。かつて週刊誌と記者の間で行われた裁判では、喜多川氏による未成年の少年らに対する性加害について真実であるとの証明があったと東京高裁が認定、2004年には最高裁で確定しています。これらの被害実態はグルーミング、性的な行為を目的に被害者を手なずける行為とも称され、性暴力被害の典型的な類型とされています。さらに契約関係にあってはタレントは所属事務所に対し従属的にならざるを得ず、力関係の不均衡は明らかです。なお喜多川氏はすでに亡くなっていますが、記者が性加害を黙認し続け、このような事実があったにもかかわらず再発防止措置を講じなかったために、その後も被害者を生み出してきたことから記者にも責任があると考えます。私たちは記者に対するタレントを応援する者として、このままでは心から応援するのは難しいと感じています。また純粋な気持ちで記者に入所してきた少年たちの気持ちを思うと強い憤りを覚えます。つきましてはペンライトジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会より記者に対し次の対応を求めます。1、性暴力被害者の声に誠実に耳を傾けてください。2、ジャニーズ事務所として第三者委員会等を設置し、性加害検証実態調査を行ってください。3、性暴力被害を訴えた方々に対し事実を認め謝罪してください。4、被害者がトラウマの影響から回復するために適切な支援を行ってください。5、今後性暴力被害を生まないための再発防止処置を具体的に定め実行してください。本要望書の他に署名並びにファンの声をベースといたしました署名は、2023年5月8日日曜日23時59分時点の分までを集計しており、現在も署名は集め続けています。本要望書並びに署名を受け取られましたら、記者より閉会に受領書を発行していただくとともに、2023年5月25日木曜日までに長期要望に対するご回答をいただけますようお願い申し上げます。なお回答が得られず今後も適切な対応が見られない場合には、集まった署名を再び提出させていただく予定でおりますので、あらかじめご確認をお聞きください。以上、2023年5月9日にお送りした文書です。私の方から本要望書提出に至った経緯について簡単にご説明させていただきます。まず署名を立ち上げましたのが4月19日のことでした。早い段階でチェンジオルグを使って署名を集めてきたんですけれども、早い段階でこの署名が広がっていきましたので、書面提出の機会を作ろうと考えていたところ、多くの報道関係の皆様から取材の問い合わせをいただくことになりました。それでどこかで署名提出をして記者会見をせざるを得ないなというところで、そういう見通しになったものですから、それでまずはジャニーズ事務所にまずはお電話を差し上げて、署名の提出をどういうふうにしようということでメンバーと話して、まずは電話をしようということになりました。まず4月28日の金曜日にお電話を差し上げたところ、代表電話にお電話差し上げたところ、担当者がいらっしゃらないということで、その日は折り返しのお電話番号を伝えて連絡をお待ちするということになりました。その後5月1日土日は挟みましたので、その後月曜日に折り返しの電話がありまして、具体的に署名の受け渡し方法のご相談をジャニーズ事務所の経営管理本部の担当の方とさせていただきました。その後調整させていただいて、5月11日木曜日の午前10時半にジャニーズ事務所内で手渡しでお引き取りをいただけるという約束になりました。その時のお約束としましては、
ジャニーズ事務所内での取材がお断りされるということでした。外での取材、報道での取材は特に感知されないということでしたので、プレスリリースに書かせていただいた通りなんですけれども、その時点でも報道関係の方々から提出前の様子も取材したいというお声もいただいておりましたので、プレスの皆様には提出日時までお示ししたプレスリリースを5月5日金曜日に配信したところです。そうしたところメディアの方からジャニーズ事務所へ事実関係の確認があったみたいでして、翌5月6日の土曜日にはジャニーズ事務所経営管理本部の担当の方からメディアが押し寄せる可能性があり、当初予定していた事務所内での直接の手渡しはお断りということでご連絡をいただいたところでした。他の日程も私どもから提案したんですけれども、手渡し自体をお断りされたという次第です。それでやむなく郵送で署名をお送りすることになりました。やはり郵送となりますと今後何かしらのトラブルが生じる可能性もなきにしもあらずと考えまして、ジャニーズ事務所に対する要望書については内容証明でお送りしました。署名サイトに寄せられたコメント、それからマシュマロで集めたファンの声は別途記録の残る郵送方法で送ることにしました。署名は繰り返しになりますけど、8日月曜日23時59分までのところで提出分として締め切りまして、アカウントの重複などの確認を行い、9日火曜日の午前中までには要望書とファンの声を含む署名一式をお送りすることができました。その後追跡番号を確認し、昨晩ジャニーズ事務所の署名受付担当者より受領書送還の旨ご連絡いただいたと同時にメール添付で受領書が送付されました。そこに書かれておりました内容を共有させていただきたいと思います。まず受領書としまして、ジャニーズ事務所で社番号してあるものです。昨日付のものです。下記まさに受領しました。受付番号の内容証明郵便物と、それから追跡番号が記載された署名一式、この2点を受け取りましたというものです。その下にコメントが、回答と申しますか、そういったものが記載されてまして、なおいただきました要望書に関して個別に回答することは差し控えさせていただければと存じますが、弊社代表及び経営陣にきちんと届くかという懸念につきましては、本日予定しております代表をはじめ経営陣が参加する弊社役員会議に提出するようにいたしますので、何卒ご承知おきいただければ幸いです。この度はご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。末筆ではございますが、タレントに対しましては引き続き心温かい応援のほどよろしくお願い申し上げます、以上というものです。このようなことで要望書に回答を求めていたところ、個別に回答はされないということでした。この点につきましては私どもとしては非常に残念であると感じております。また今後につきましては、ジャニーズ事務所の対応に変化が見られない限り、署名今も集め続けてますので、これを再び提出する運びになっております。では続いて本署名活動の今後について私から説明させていただきたいと思います。今申し上げた通り、本署名は5月8日を第1ゴールとしましたが、その後も継続して賛同人を集めております。要望書に記載した通り、ジャニーズ事務所からの返答がなかったり適切な対応が取られない場合は、再び集めた署名を提出する予定です。また要望の中で再発防止策や被害者の回復、被害者を回復のケアにつなげることについて挙げていますが、これは継続的に取り組み続けることが重要であるため、適切な対応を取り続けているかどうかを中長期的に注視する必要があると考えています。また今回の件は各メディアがジャニー喜多川氏の行った性加害を報じず、報じたとしても芸能界における少年への性暴力を問うという姿勢ではなく、スキャンダルとして報じてきたことも問題であると考えています。そのためメディア、特にテレビなどへの働きかけが必要であると考えています。これについては今後各メディアに向けて要望書を出すなどしていきたいと考えています。各メディアにはジャニー喜多川氏の性加害問題について自社の過去の報道姿勢は十分であったか、十分でなかったとしたらその原因は何かを振り返り、今後ジャニー喜多川氏の性加害だけではなく性暴力そのものをきちんと捉え、性暴力を許さない社会のために行動していただきたいと思います。そして私たちは活動をする中でファンの声を可視化するための活動もしてきました。マシュマロという匿名で意見を投稿できるツールでファンからの意見を集め、 SNS やホームページに掲載しています。多くのファンは性暴力は許せないけどタレントは応援したいという気持ちの間で板挟みになっており、
その結果沈黙という選択肢を取る方も多くいるのではないかと考えています。物事を白黒はっきりするのは難しく、ファンだからこそ多くの葛藤を抱えています。そしてファンの意見もグラデーションがあり、大ごとにしたくないから放っておいてほしいという消極的な姿勢もあれば、ジャニーズという被害者の名を冠した社名を変更するべきという意見や、ジャニーズ事務所を解散した方がいいのではないかという声もあります。それらの意見を一人一人心の中で抱え込むのではなく、また一つの意見だけに集約させるのでもなく、多様な見方を可視化して話し合う場が必要であると考えます。現在は4人のメンバーで活動し、発信も一方的なものとなってしまっていますが、今後は何かおかしいことがあった時におかしいと言えるような場を作っていきたいと考えており、もっと多くのファンとコミュニケーションを取り、活動を続けていきたいと思っています。会からは以上となります。いや、完全再現だからツッコミは我慢したけど、すごい内容だったね。ほい、まあここまでは前菜で、うん、次からが本当にヤバい内容が出まくる質疑応答編です。あわわ、コラボと二刀夢野さんを支える会メンバー、東京新聞の望月磯子さんが大暴走します。めっちゃ気になる。というわけで今回はここまで。質疑応答編も気になるという方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。セリフの色合いを変えてみたので、よしあしについて教えてもらえると助かります。